Chrome デスクトップパソコン誕生ということで、こちらご覧ください。この見習いの配置。ねえ、これ、Mac でも Windows でもありません。なんと、Chrome のディスクトップ PC、ついに完成しましたっていうのは嘘でですね、実はこれ、この下にね、Chrome のノートパソコン、Chromebook がね、入ってんですよ。実は OS の進化でね、こういう使い方ができるようになりました。実はね、これまで結構途方法な仕様だったんですよ。ここにね、パソコン、Chromebook 本体には HDMI 端子がついてまして、これをまあケーブルを使ってディスプレイに接続して画面を映すこと。これは可能でした。ただですね、それは、Chromebook の画面を開いていないと、よこしょ。起動しないというね、残念仕様だったんですよ。で、現在はこれどうなってるかっていうと、これ開いたときは、こうやってね、今ちょっと Chrome ブラウザを開きましたけども、はい。開いているときは、こうやってね、Chromebook 上でこう作業できるんだけども、ディスプレイ上では、もうデスクトップ画面しか出てこない。で、こいつをね、ごめんなさい、ちょっとわかりやすいように閉じるかな。画面を最小化して、もっとちっちゃくするか。よし、これでいいかな。はい。じゃあこれね、閉じますよ。どう変化するか。画面閉じると、ポタッ。はい、こちらに切り替わるということになってるんですね。ほら、ここにドッキングモード、外付けディスプレイを接続している間は、うんたらかんたらと、今消えちゃったけどね。こっちに切り替わってくれるんですよ、自動的に。この OS の進化でね、このいう風にね、なってんですよ。なかなか便利でしょ？これ今までできなかったんですよ。必ず、ここ開いてなきゃダメだったのが、もう閉じてこっち側に切り替わるように。自動的にね、なりました。さらにそれだけではないんですよ。ちょっともう一つ説明しますとね、これね、HDMI ケーブルを介して、スピーカーもこっちから鳴るようになります。で、こちらディスクトップ、外部ディスプレイに接続しているときは、こちらからね、音が出るようになるんですが、ヘッドホンを使いたいとき、ね、今まで僕はこれ、ね、配線取り替えてね、スピーカーとヘッドホンと切り替えてたんですが、OS のアップデートでですね、こちらのヘッドホン端子を挿した瞬間に、こちらのスピーカーの音が止まるっていう仕様になってるんですよ。この辺もね、進化してるんですね。なので、僕一時期ね、Chrome のディスクトップパソコン、Chromebox を買おうと思ったんですが、このね、Chromebook のノートタイプでディスクトップとね、兼用できるということが分かったんでね、もうこのまま、これをね、ディスクトップとして使おうかなと思います。しかもね、ちゃんと画面もディスクトップ用に、なんて言いますかね、解像度が違うんですよ。よりね、大きな画面でこうやって見ることができるし、大きくなった分、分割してね、この画面2画面にしてね、分けて、表示することも可能になってます。これなかなか便利だなと思って、もうね、今後ね、私、メインパソコン争いがね、ちょっと過激、熾烈になってまして、今まではね、Windows タブレット、ジーニーのね、6900円の Windows タブレット、これをデスクトップに挿してメインパソコンとして使ったんですけども、このね、Chromebook がディスクトップパソコンとしても十分使えるということが分かったんでね、この2つの主導権争い、これから熾烈になっていくな、自分の中では。てなわけでね、Chromebook パソコンがディスクトップ PC としてね、使えるようになったよというお話でした。それではまた。